計算問題、うん、ただちゃんとねグラフをしっかり読み取れば簡単ですね。はい、まあどのような問題、震源までの距離の求めからの計算。はい、はい、例えば、震源グラフがね、震源からの距離と P 波、S 波が伝わるまでの時間との関係をグラフにしたものです。はい、P 波の方がやっぱりスピードが速いので、グラフは、この図のようになるわけですね。例えば、震源からの距離が、100キロのところを見てみると、はい、P 波と交わるところはですね、ごめんなさい、100だとちょっと中途半端になっちゃうな。じゃあ、80キロにしましょう。はい、80キロのところを、震源からの距離の80キロ、縦の80のところと、P 波が重なるところを見てみると、はい、重なりました。はい、下見てみると、はい、10秒になってますね。はい、で、S 波は、20秒のところで重なってますよね。はい、ね、S 波の方がやっぱり遅く到着してますね。はい、ということで、P 波と S 波が伝わる速さはそれぞれ秒速何キロメートルですか。はい、まあ、そのままですね、速さの計算です。はい、P 波の場合は、例えば今の例で言うと、80÷10 というわけですね。はい、で、S 波の場合は、80÷20。もちろん40で見てもいいですね。はい、ということで、はい、P 波の方は、秒速 8km、S 波の方は秒速 4km ということになるわけですね。はい、ちゃんとグラフを読み取れば決して難しい問題じゃないです。はい、震源からの距離が、はい、問い2番ですね。震源からの距離が 120km の地点で、小さな揺れが続く時間は何秒でしょうか。はい、これは 120km のところをずーっとこのね、グラフを横にたどっていってください。はい、P 波が届くのは、はい、15秒後ですね。S 波が届くのは30秒後。ということで、30-15 で15秒でいいわけですね。はい、これが、初期微動継続時間。ちょっと長いですけどね、初期微動継続時間と言います。はい、これから分かるように、遠ければ遠いほど、震源から遠ければ遠いほど、その初期微動、その初めの小さな揺れが続く時間っていうのは長くなります。逆に震源に近ければ近いほど、その初めの小さな揺れの時間というのが短くなる、震源のすぐもう同時に発生しますから、 P 波と S 波というのはですね、なので例えば震源、もうこれ本当に嫌だけども、自分が今いてる場所が震源だったとしたら P 波と S 波同時に届きますよね。当たり前ですけどね、同時に届くというか、まあ、同時に発生しますね、だから初期微動継続時間ではないわけなんですね。いきなりドカーンと来るわけなんです、ね、考えたくないですけどね。はい。